前回のカズクラ、酒井さんとの初めての聖地、やっぱりマインクラフトたるもの聖地が最高なんだよ。この喜びを他の人にも伝えたい。というわけで手取り足取りいろはを教えてあげた。まずは最高のツルハシを手にし、そしてビーコンパワーでやるとすごい削れるようになるんだこれ。ただちょっとここだけの情報なんだけど、なんか編集大変だったみたい。はい、どうもこんばんは、カズクラでございます。いろんなことにチャレンジということでね、最近は酒井サンダーさんもね入ってたりしてたんだけども、ヒーヒー言ってるみたい。うん、引いたろ引いたろ、うんうんうん、だから今日はカズクラは普通に頑張ろうと思うんだということで、なんだこれ、新手のいたずらかこれ、なんだこれ、前うちなんかやったっけこれ、生やしたっけこれ、根っこがついたやつだよねこれ。あ、おー、右クリックで垂れ根が取れた。あ、そういうもんなんだ。あ、垂れ根ついたわ。あ、なくなった。はい、というわけで今日も行ってみましょうか。ほんでね、やっぱこいつらが最初恐怖すると思うんすよね。そう、誰しもが怖いのがネザーです。ネザー恐怖だよね。だからネザーを大自然に戻していきたいなと思います。ネザーをより生活しやすい場所にしていくということで、この土ブロックとかをねいっぱい持ってあっちの方で生やしまくるという大作戦ですよ。これもういっぱい持っていこう。ちょっとこれを使ったね、あのちょめちょめもやっていこうかと思います。ちょっとした裏技があるんですよ。さあ、レッツラゴーです。やべ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 、これって怒ってめっちゃ怒ってる。お、おら、ちょっと待って待って、おら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 、お主は怒ってないよな、うかいさんだけは。ほんとネザーの生き物はね怒りやすいっていう、どうなってんだってぐらい怒りやすいんだよなこれ。おらおら、わーおー、待って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 、ちょ、カキ厳禁だってこのワールド。もうあなたの命を狙います。そこら中に燃えた跡がある。まあというわけで今日は早速行ってみようかと思います。大自然計画、やっぱこれですよね。やっぱこのまずはここら辺をもうねまず直していかないと、修繕ありきのねあれなんですよな。さあ、というわけでここら辺をねより現実世界に近づけ、ほんで怖さをなくすというものでございますね。さあ、というわけでここら辺を大自然に戻していきましょう。ネザーの元の姿に戻していくのです。さあ、レッツラゴーです。これあ、はいはい、これだ。このカズクラの左手の使い方すごい。右手が鬼ブロック機。わー、ちゃんと増えてってる増えてってる増えてってる。あ、ちゃんと緑増えてってるね。あいよいよな。ここら辺今平ら部分をやったので、次はちょっと段差のある部分をねこう施工することで、あ、この辺だね。おおおおおおお、喧嘩喧嘩。はい、なんとかなるんじゃないの。ワード、ここら辺だな。オッケーオッケー、やってこうやってこう、じゃんじゃんやっていくぞ。これで初心者が怖くない世界を作ってあげると。わわわわわわ、熱い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 。おうらうら、まったくもう装備がめちゃめちゃいいやつになってるからな。金のやつ持ってこないといけないんだけど、金のやつなくなっちゃったんだよな。さあ、というわけでじゃん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 準備。うわ、でもこれさすがに酒井サンダーさんね、ネザー来てもすげえ安心感を覚えるんじゃねえのかなと思うわ。田舎のような安心感ね、実家のような安心感をこれ覚えれるんじゃねえのかな。優しいなあ門倉さんこれ。ということで、もうこの赤いの見えないようにコーティングしていきます。もうコーティングです、コーティング、こういうことね。で、ここからひょって、初心者はこれ、初心者じゃなくても私もよく落ちるのでここもコーティングです。
マジネザーこういう起伏が激しいから危ないなこれ。いやでも坂井サンダーさんかっこいいでしょ。中二病っぽい名前ね、なんか子供がつけそうな。サンダーってなんやねん、サンダーってなんやねんでね。いいコーティングができてきている。これ時間が経つとちゃんとここら辺が緑色になってくからね、これで。で、あとドズさんたちも復活してきたみたいでね、よかったよかった。まだあの月例会のね、あの日程はまだちなみに組んでおりません。多分ちゃんと忙しいと思う。ドズさんなんかもう毎日スケジュール詰めるような男だから、今回あのめっちゃ休んだから、その分のなんかガガガーっとスケジュールの組み直しっていうのがね、もう大変なことになってたと思う。あれあーよし、いい感じになったわ。そんで次の作業がガストがちょこちょこ湧いて目が合っちゃうので、ほんで結果燃やされる、ご安心ください。特別なテクニックをお教えいたしましょう。まずはあいつだけは許さない。ん？消えた。さあ行きましょう。オークを生やして、何マスだったっけ、2マスだったっけ、忘れちゃったな。あの背の高いのがね、立つとか立たんとかって。いくぞ。うわ立った、こういうこと3つかな。だからこの背の低いやつだともう逆にあんまり意味がないと、目隠しにならんと。だからこの背の高いやつをちょん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 植えてしまえばなんとかなってしまうのがこのレザーの世界なんです。こういったところの視線も隠せるように、今ちょっと待ってね、この辺もちょっと土盛らせていただいて、ここに植えて1、2、3。あ、これ結構普通だな。4マスぐらいやってもいいかもしれない。あの複雑な木が生まれるロジックがあるんですわ。これで生えるんけ。生えたーけど、なんかしょべえのと、何マスだったっけ、何マスでやってた前、なんか左右を挟むんだったっけ。まあ、とりあえず背の低い木カットしとこうか。俺この樹齢30年の木を生やすようにしよう、とりあえずは。おし、大体終わったぞ。これはどうだ。イエース、イエース、イエース、イエス。まあそうなるわな。うんうん、まあまあそうなるわな。リンゴが欲しかったんだよ、リンゴが。うん、リンゴが欲しかったから今やっただけで。違うよな。1、2、3、4。5マスぐらいやっぱこれ積んで。きた！これかも。苗木がちょこちょこあるけど、5マスぐらい積みますよ。え、1、2、3、4、5。きた！防風林ってやつですかね。社会で習いますね、防風林。こういうことです。これでネザーのいろんなところの視界を遮り、ガストの防風林が出来上がると。ほんでこういうところにもちょこ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 と防風林を生やすことで、なんと争いのない世界ができてしまうということですわ。1、2、3、4、5で全力コップ。1、2、3、4、5。いや、せせせせせ、よし、今日こんなとこで置いといてやろうかの。めちゃめちゃ立派だな、やっぱこの木は立派だわ。違う、迫力が。ちょ、もう一本ぐらいやっとこう。すげえ良くなってる、周りの感じ。うおい、やっぱ楽しくなっちゃって、ちょっとめっちゃ木生やしちゃってるじゃん。よしよしよし、うんなら最後これだけ早いて、おお、よし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 、これでだいぶ襲われづらい世界線ができたんじゃないのかなと思います。うわ、全然違うわ。はい、ではちょっと坂井さんを連れていきましょうかの。あー、今日は何しようかな。今日もいい天気だな。うち、今手にいっぱい持ちすぎて、何も持てないんだ。でも家族らが教えてくれた。この世界では、石も巻いておけば肥料になるらしい。だから、これもポイポイしておけば栄養になるんだって。しっかり栄養になるんだぞ。あー、今日も暇だな。家族らの倉庫すごかったな。ちょっと侵入してやろう。お？そういえばこれは何なんだろう？すごく綺麗なふわふわだな。触れるのかな？お？触れない。え？なんだなんだ？ちょっと待てちょっと待て、なに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 、ここはどこだ？なにこれ？
どこここ？やべえところに来てしまった。なんて暗い世界なんだ。お？何やつ？え？鵜飼さん？お前、豚なのに、鵜飼さんっていう名前で、鶏に乗っているのか？お前もいろいろ大変なんだな。こっちの世界でも気は入るんだな。さっきより大きい。こんにちは。なんだ、挨拶もできないのか。怪しい階段があるぞ。これはカエルのうっこだとカズクラが言っていた。こんにちは、こんにちは。うちはこれからどうすればいいんだ。大変なことになってしまった。あ、坂井さん。あ、カズクラ、助けて。変な世界に迷い込んでしまった。探したよ。よかった、なんとか生き延びてて。ここはどこだ？ここはネザーという世界だ。これが地獄のようなところだな。でもこうやって木を生やすことによりなんか安全な感じがあるだろ。これ隠れるところが多くてよかった。そうだろ。実は裏蔵で今朝も1時間木生やしたりしてたんだからな。これ確かになんか増えた気がする。なんか増えてる気がするだろ。また画面が切り替わった途端に。お前頑張ったんだな。めちゃめちゃ裏で頑張ったんだから。これちなみに坂井サンダーさん、なんだ、この前あげたツルハシとかは。あ、すいません、カズクラ成仏してしまいました。え、拾いに行けるよ。マグマに。え、マグマ。実はマグマに落ちてしまいました。え、その映像は。ごめん、撮れてない。バカ野郎。あすいません、すいません。バカ野郎、 YouTube やってるんだったらなくしてもいいけど撮っとかんとダメだろう。やっちまいました。やべべべべべやべべべ、どこだどこだ、まずい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 、やばい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 、まずちゃちゃちゃ。え、なんでなんで、おら、ちょ待て待て待て、なんで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 、何をやらかしたんだ。え、なんかまさか今弓矢放った時に当てちゃったのか。奇跡的に当たっちゃったみたい。これどう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 、地獄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 、やだよ俺こんなの。カズクラはめっちゃ強いんだな。めちゃくちゃいいアイテム持ってんだ。そんだけなんだって。え、待って、プリアー、ちょっと待って、サンダーさん、ちょっと待って、ネザーの悪いとこだけを見せてしまった。カズクラ大変、紫ふわふわがなくなってる。ゲートが あの左側の金色のボタンを押せば復活するから。それぽい、こっち来て。来たよ。この伝説の斧を授けるから。これちょちょちょ、待って待って、坂井さんだ、こっちこっち行くよ。これだ、これ今投げた、拾ってくれ。それがあればやれる。やれるこの豚をやれる。おお、もうモンスターハンター達成。ちょっとやってくれ。これ連続でやっちゃダメだぞ。連続でやっちゃダメなのか。なんかゲージが溜まるだろ。ゲージが、これうんうん、真ん中のゲージがマックスじゃないと倒せないからな。わかった。これ怒らせた時のコツはだな、教えてあげよう。なんだ？これやっぱ仲間意識強いんだよこいつら。だから種族ごと抹殺する。やば、ただの悪の組織で。草、お前魔王だったのか。もう仲間意識がなくなるぐらい仲間をさよならしてまえば大丈夫なんだこれ。とんだサイコパスだぜ。ほらおとなしくなってきた気するだろ。ほら、あ、もうちょっともうちょっともうちょっと、で痛みも与えちゃダメ。一撃で、みんな一撃で。言ってることが普通にやばい。痛みを与え、絶対痛みを与えちゃダメだこれ。拷問と一緒だからな、二発殴りは。逆に優しさ。わあ、キム筋いいやないか。えいえい、でも今日は種族が滅びないな。一体何匹いるんだ。坂井さん、一旦耳をもう。そうしよう。これをなんていうかっていうと、日本語でとばっちりって言うんだよ。これとばっちり、とばっちり。なんか嫌なことがあったんだよあいつら。どうしたカズクラ、こんなところまで追われているのか。ここまで追われてんだよ。なんか知らんけどマジでずっと追っかけてくる。人気者。一回消そう。おお、消えた。よし、まあ、というわけで初めての、どうでした、ネザーは。めちゃんこ怖いところだった。いや、ネザーは危険なとこだからちょっと気をつけてくれ今後も。命を大切にな。わかった。はい、というわけで今日はこんなところで、終わろうかと思います。いや、ネザーは危険ということでね、だいぶ
あの優しい世界にしたんだけど、まだまだきつかったね。どうもこれね、まだすごく怖い。まあちゃんと初心者にも安全な村作りができるというのがカズクラだから、今後も発展楽しみにしてくれ。あと酒井サンダーへのコメントがあると、まだまだ頑張れるかもわからんから、ぜひぜひまたコメントよろしくね。お願いします。あ、というわけでちょっと酒井さん、そういえば後ろ向いてみて。何？うわ、え、これよく見るとさ、ファスナーこれ。ちょっとちょっと、言うなよ。ファスナーなんてついてないから。闇が深えぜ。じゃあねー。